こんにちは、ブルーホースです。マリオストーリー続きやっていきましょう。ピンク、ねえ、見張りの人たちの仕事は怠けてくるかね。こっそり出かけてみましょう。しのみさん、しない？あっ、しない？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 大丈夫よ、ピンク。クッパはまだ気づいてないわ。美味しそうに見えて意外と間抜けている、抜けているのに、勇気出していきましょう。このゲームに出てくるさ、キャラってさ、そう、なんだろう。クリオをさ、筆頭にさ、毒舌な感じのキャラ多くない？ね、クッパ、間抜けなんだよねーってさ、さらわれてるお前が言えるかって話なんだよね。うん。だいたいさ、あんなさ、あんなてか、こんなごっついさ、なんだろう。お城がさ、地下で建設されていることにも気づくこともなくさ、ねえ、普通にこうやって城ごとさらわれてるって、ピーチ姫、お前の方がよっぽど間抜けだぞ。うん。ということで、ピンチで頑張ろう入れて攻撃力を上げましょう。前回ね、まあ、パワープラスとかさ、あとなんだっけ、お前気づけよ、間抜けだな、ノコブロス。ん？お前誰なのね？私、ピンチ姫。でも、ピンチ姫だったのね。僕のことはみんなグルメヘッホーって呼ぶのね。ピンチ姫がお部屋抜け出したのは、つまり報告しなきゃいけないのに、でもお腹ペコペコの僕に美味しいものを食べさせてくれる特別内緒にしておくね。だからピンチ姫、お料理作るのね。作ってあげてもいいけど、材料もどうでもないの。そんな心配いらないのね。この人の会のキッチンにあるって知ってるのね。なんで知ってんねん。はい、これ、下の会行く。こいつガバガバだな。はい、じゃあ、これ結構ね、シビアなんすよ。よし、行こうか。お城の鍵。バン！この音にも誰も気づかないと。わわ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 。ちなみにこっちとか行くのっていいのかな？お邪魔しまーす。まあ、こっちじゃないんだけど、キッチンはさ。お？誰もいないのかな？めっちゃいます！いないいないばーん。別に、これ誰の部屋なんだ、そもそも。このキノピオなのかな？ここに隠れてたの？あ、そうです。作ったらどうなるか怖くって、助ける人ずっと隠れています。こんなところ、こんなわかりやすいところを見つけられないさ、キノコたちって何なんだって思うけどね。ピンチで守る。ピンチで守るは別にいらないから、守るくんはいらないから、頑張る方がいいかもしれないね。あ、でもそっか、ピンチになったら防御力がつまり3になるってことでしょ？まあまあ、か。おお、ちょっと、うわ、ちょっと、マジか。意外と目ざとかった。ちゃっちゃ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 ちゃ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 っちゃちゃっちゃ。で、グルメ兵法に会う前にすっごい話が中途半端だった。前回パワープラスとさ、それからダメージヘイルをつけたおかげでね、まあ、いとも簡単に倒すことができたよね。うん。やっぱあれ、チートだね。あとブラックヘイホー、二つ前のパートかな、ブラックヘイホーと戦った時もさ、まあ一応ピンチで守るくん、あれかな？確かお菓子を持っていくタイミングで、ここに戻ってくるけど、その時はキッチンから直接帰ってくるあれだったのから、よし、じゃあ守るくん。まあ余裕があったら入れましょう。ほら、見つからない。こいつがばってんぞ。こいつがばいぞ。そう。ね、二つはチートだよね。まああと、まあ結局、多分、クッパと対戦するときも、もしかしたら、あれだね。ストーン帽子ずっと被ってたら、勝てるかもしれないけどね。はい。で、どうしたらいいですか？ケンチュン！何から始めましょう！ピチベ！そういえばさ、スーパーマリオ64でさ、マリオのためにケーキを焼きましょうって言ってたのに、ケーキの作り方忘れちゃったのかな、こいつ。なんてどうですか？スペシャルイチゴケーキ。作りましょう。いいですか？よし、メグメ！砂糖、卵、ボール入れろ！砂糖、ボール！オッケー！砂糖と卵っつった？あれ？砂糖。オッケー！砂糖と卵。あれ、これ、間違ってたらどうしよう。できましたー！じゃあ次ステップ。ボール入れたものをかき混ぜろ！あれ、ミルクだったっけ？いいですか？僕が合図したら10分間、なるべくかき混ぜましょう！たた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 
俺の右手はすでに死んでいる。小麦粉とバター。あれちょっと待って。すごい自信がなくなってきた。ミルクじゃなかったっけ？あれ砂糖と卵？ちょっと待って、今なんて、バターと？バターとなんて言った？バターと、もう一回。教えて。いいえ。できたら声をかけてくださいね。違う。順番を知りたいんだ。バターと、もうおっさんだからさ、記憶がないんだ。バターと小麦粉だったっけ？違うな。バターと、洗剤でも入れるか。オッケー。できましたよ。オッケー。じゃあ次、ボールの かき混ぜて、またエーレンだかよ。ああ、自動でやってくれてる。にしても揺れないんだね。何がとは言わないけど。で、型に流し込んで、次のステップ、オーブンで30秒。30秒。勝手に進んでくれてる。ありがとう。で、30秒焼きましょう。はい。で、30秒経ったと思ったら、はい、やり直し聞きませんから注意してくださいね。はーい。ん？あ、ガチャン。はい、30秒。これ30秒が、まあ、がばい30秒だからいいんですよ。とあるね、ムジラというゲームに出てくるですね、ポストマンっていうキャラがやるゲーム、あれマジで10秒00じゃなかったらダメっていうね、ほんとあれ、マジでね、いろんなゲームがある中で、あれほどね、なんだろう、クソゲーは、まあなかなか他にないなと思ったりもするんですよね。まあ、クソゲーじゃないけど、本編よりも難易度が高くて苦労したっていうゲームは、ドンキーコング64だったりとかするんですけど、このくらいかな？ドンキーコング64の、マッドファクトリーだったっけ？に出てくる、ドンキーコングの昔のゲームなんですよ。マリオ使ってドンキーを倒すっていうね。ドンキーが主人公のゲームなのに、ドンキーが主人公のゲームなのに、なぜかドンキーをやっつけるっていうゲームをやらせるっていうね、逆鬼畜ゲームみたいなね。そして、15で、あれ本当に大丈夫な？まあ、確かにね、ミルク入れてなくても砂糖じゃねえとダメって。あ、じゃあ、ゴロ。はい、できた。じゃあ、はい、これを持って。ああ、すごい。あれ、ケーキを持っている分、なんかすごい遅くなっている感じがするけど。お待ちどう。見た目は、美しいけど、どうでしょう。ちょっと、隠し味に洗剤を入れてみたんですが、どうですかね。ダレーションマスカバーね、洗剤のおかげで、あれだね。頭がラリってるかもしれないね。大丈夫？ああ、ない、窓から飛び出していくのかと思った。マリオに教えてあげると、これファイアフックンって大きくて怖い。まあ、パックンがボスになって出てくるっていうのは、あれだね、この、翌年くらいに出た、翌年じゃないな、2000何年だっけ？スーパーマリオサンシャインとかでもね、ボスパックンで出てきたりとかしてるからね。行ってきまーす！大声出してたの誰じゃ？静かにせんか！すいません！私です！私が大声を出しておりました。実況者です。実況者、常に大きな声なんです。でもなんかいろんな実況やってて、OBS で撮ってるのを振り返ったりとかすると、やっぱりあれなんでね、マイクを拾うアプリによって、声のこもり具合とかっていうのがだいぶ変わってくるね。うん。やっぱり外の空気は美味しい。あのところに仕込んで運動不足になっちゃったよ。僕の名前はニール。え？クレアとモイラを裏切るやつかな？君のおかげで助かったよ。今度は僕が君の力になるまで、ソレイン！ソレイ、君の声が、オーラ、聞こえたんだ。4。力を抜いて。さあ、その、制約に突進でしょ。君、確か、ウィークだったよね。僕の名前覚えてくれてるんですか？もちろん、僕ら家族も、うわぁ。アットファミリーなホームっていうのが、もうアットファミリーな会社っていうのが一番危ないんだよ。うわぁ、星の国ブラックっていうのが分かりましたね、今のね、ほんとに。オッケー、チャラチャ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 。え、そうなの？じゃあやっぱブラックじゃん。見えないところで、国の統治をされられて、気づけばこうね、
税金が上がってってるみたいな、どこかの日本みたいな感じですよね。はい、じゃあバイバーイ。で、どうしたらいいんだ？ちょっと待ってね。アイテムは、特に、チャカパッパッピ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 ッペッペッポポポポ。雷ゴロゴロと雷ドッカンはいらないし、キラキラ落としもいらないから、とりあえず預けるだけ預けていきましょうか。おーい。預けに来ましたよ。あと25個、キラキラ落とし。まとめて預けられたら楽なんだけどね。雷ゴロゴロ、雷ゴ。ちょっと待ってね。雷ドッカン。はい、預けましょう。あと何か預けるって言ったっけ？特にないかな。オッケー。なぜだ、じゃあ、すっきりドリンク。で、まあ、次にやるべきことっていうのはもう分かってんだけど、とりあえずやりたいことが、まずここで本を渡して、お姉ちゃん、お姉ちゃん。お姉ちゃん、お姉ちゃん。はい、オッケー。いいよ、どうぞ。何にもくれないんだ。まあいいや。で、あと、こいつ。ちゃ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 、うん、なんだ？仲間も願う。あ、別にいらないな。眠らせ踏みいらないな。ジャンチャージ。あー、ジャンチャージ。ジャンチャージだと S が欲しいな。よし、オッケー、ジェ。また稼いだろでいい。待っとるや、みんな。あー、やつが来たのか。まあ、これはジャンプがパワーアップしてからかな。あ、そうだ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 。こいつにも返してあげなきゃいけないんだっけ。あいよー。あー、マリオー、辞書、あいよー。あ、ちょ、それ、うーん、変な言葉で書いてる。僕の辞書、あいはいはい、あいよいよいよ、あいはい。あ、これであれか。で、読めないメモを使って、前回パートの俺に言いたい。メモをまず取り返せ。じゃあ、辞書をまず取り返せと。やっちまったなぁ。いるかな、ルイージ。ルイージー、サインちょうだーい。あ、いた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 。あ、何してんの何してんの。いや、兄さん、僕の家守ってるからね。あれ、兄さん、あと何か言おうかい。うんうん。いいよ。わーい。僕も有名になったもんだね。まあ、この翌年くらいに、ルイージマンションでね、初めてのルイージ主役を張ることになりますからね。よいしょ、OK。うん、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 どうしよう、まあ、どっかのパートで道場を一回ボコボコにやるっていうのもいいかもしれないけど、まあ、まとめてやるか。あ、そうだ、そうだ。手紙も返してあげなきゃ。いろいろとこう、後始末が残ってましたね、意外と。で、あ、あ、まあ、いいや。はい、仕事ができませんって、んなわけないだろうって、全部ごそっと行かれたのかって言って、あ、これです、これです。それとも何、この袋が大事なのかな。はい、こんにちは。手紙届いてます。めっちゃ来てるー。手紙のクリシー。はい、どうぞ。全力クリオへ。マリオさんとの冒険は辛いか、楽しいか、とあるとなものじゃ、いろんなところにおると言ってるのに、しかし学んでくるんでしょ。はい、読みます。カメキ。タータス。タータス？誰？はい、どうぞ。レイラ、カメキ、旅の会はどんな風だい？マリオについてたお前が少しは羨ましくなってるよ。チャールズの奥さんが焼き麦、旦那さん待ってるしね。チャールズさんもお前も自由に旅ができるなんて羨ましいよ。お前の活躍を期待して残ろ。ん？マジでタータスって誰だ？友達だっけ？カラカラって、ん？ピンキーさん、たくさんのボム兵さんたちのとても、特に美しい爆発のあなたにお願いがあります。まず、カラカラ鉄道の新しい線を開通した際に行うイベント、あなたのその美しい爆発。なるほどね。花火代わりに身を捧げろっていうことですね。なかなかグロいこと言うな。誰？キタピオ？お仕事いつも寒い谷へ単身赴任なので、あなたが配達してくれた手紙を一番楽しみにしています。あなたが配達してくれた妻や、はいはいはい。あなたのファン、キタピオより。キタピオに、じゃあ、会いに行きましょうよ。おう、テレサ一郎、先日はドコモの教科を私を解き放って、解き放っていただき、言葉のチョイスがすげえかっこいいな。我々の心強いことでしたと。ドコモン、はい。で、諦めて、いた仲間を帰ってきて大変感謝しています。マリオさんとの冒険が終わりにパーティーを催します。ぜひお越しください。テレサのお屋敷にも、みんなにもよろしくお伝えください。ピーピーヒュー、テレサ一郎。はい、大丈夫です。みんな愛されてんな。
マリオに手紙なんか一通もなかったけどね。なんか補充されてるかな。あ、違う違う、補充されてるっていうか、まず買ってね、そもそも。買ってなかったわ。じゃあこっち行きましょうか。あれ、そういえばここってさ、地下から行くんだっけ。まあいいや。ちゃ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 、あー、いた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 、おっさん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 、はいはい、じゃじゃじゃーん、クリスマスかー、行きましょー。3問目、問題です。クリオは得意技は、え、こっちか。ジャンプじゃなくて頭突きだったらあれだもんね。うん、頭突きが出てきたら、え、どっちってなってたけど、よかったよかった。さようなら。これ港に行ったらあれかな、クジラちゃんが苦しんでるのかな。まあまたこれ、おお、どっかにあるな。あったあったあった。プル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 。じゃん。これでも結構溜まったじゃねえか。今なんか欲しい。ああ、12個、まだ半分か。全然だから。ちなみに今さ、全部つけてる。貫き。まあ、次のせいで貫きはいらないかな。危険でパワー、ピンチでラッキー。あ、アイスの力つけてた方がいいかな。うん、ナイスで防御もいいよね。まあ、そんなところっすね。まあ、次増やしていくとしたら、あれだよな。うん。これどうやるんだっけ？あれ？これなんか、入れないっけ？あ、いけたいけたいけた。いや、ああ、そうだな。こうで、こうで。こうで、オッケーオッケーオッケー。タラッタタラッタッタ、10枚のコイン、よっしゃーよっしゃー、はい、223。意外と減ってんな。で、おっさん何？ん？いやいや、お会いしたことじゃ、あるじゃないですか。忘れたの？冒険が楽しすぎて、どうやったらこの、渡れるのやら。ほい。わーお！ん？どう？おい、オッケー。痛い痛い、何をするんですか。残念、かわいそうだよね。なんか、中も外もいじめられてるって感じだもんね、君ね。本当に。目どこ、あ、入って、目が生えた。マグロじゃねえよ。美味しくねえよ。そこの、うん、なんか、突っ込みたいけど突っ込めないというか、はい。よいしょ。ちょ、ちょ、間違えた。チャラッチャ、チャラッチャ。うわぁ、断裂だー。いきなり明るくしたらびっくりするでねえか。ん？これ、ああ、普通に戦うのね。これ先制攻撃とかできたのかな。あ、でも多分、なんだおめえ、俺とやる中だか。この、オラのやり場のない怒りを受けるといいだ。まあ、餌にされかけたらで、それは誰でも怒るわって話だよね。ということで、ほい。よいしょー。よいしょー。こいつ HP20 だったかな。ってことは、あれ、ちょっと待ってよ。これさ、クリオにするとさ、あ、ですよねー。会いたい。え、おー、アイテムが使えない。マジかー。あ、ジャンプで攻撃できるやつがいねえと。あ、無理なんだ。どうしたらいいんだろう。これじゃあ物知りできないじゃん。あ、残念。しかもジャンプ攻撃できねえし。じゃあ雨を降らしましょう。嫉妬嫉妬雨。ちょっと飲み物乗る今のうちに。ちどうだろう、ヨッシーの町に行った。ハンマーまで使えなくなるなんて。まあもともと使う気ないんだけどさ。じゃあ星のせいでもやっちまうか。これで終わりかな。 HP20 の攻撃力が3か。なかなかやるな、キムシちゃん。うん、多分あいつより強いよ。なんか羽生やして生きてる卵の殻のやつ。次で進化かな。うん、進化とかレベルアップか。てかすごいな、船まで飲み込んでんぞ、この状態です。てかまずそもそもお腹痛い原因、多分毛虫じゃなくてこいつじゃね、こいつ自身じゃねって思うんだけど。おめか、俺の口がとんでもないやつ、いきなりで、てめん、てかそもそもこんなでっけえ毛虫やばくね。うん、で奥のさ、釣り竿持ってる、なんか角だか槍だかよくわかんないやつ一本ピンってな。ちょちょちょ、はい、好きなところ、今どこでも行ったかね。お前、いや、マジでね、
マリオストーリーの中でたくさんいろいろ出てくるキャラクターの中で、こいつが一番ムカつくからね、このチャールズ。うん。まあいいや、じゃあ乗るか。あ、違う違う、話しかけなきゃいけないのか。お話ししましょう、そうしも。はい、行きまーす。おっと、私も乗せてくれー。ちょっと待ってね。なんかね、ごめんね。いつもと違って、全然喋ってなくてごめんなさいなんだけど、マジでね、今ね、ちょっと唇が、の皮がめくれまくってて、顔中血だらけなんですよ。やばくて痛いんですよ。真剣に。誰得って情報なんだけどね。あとね、鼻が詰まってて、マジで辛い。ちょ南の海の島。ジャンボルト。いやーマジで南の島行ってのんびりしたよね。なんか沖縄もいいんだけど、なんか海外行ってみたい。バリ島。うん。まあ行ったことないところって言ったらグアムとかね、サイパンとかそのあたりとか行ってみたいですね。はーい。まあいつか帰ろうかな。おー見なさい、トロロ奥に見える、さっさこうした大至急でレッツゴー。まあ死なない程度に頑張ってください。ストップウォッチ。そのままのやつが来たな。動きが取れませんみたいな。お、やった。回復。くる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 。マリコプター。よいしょ。あれ？あ、みんな味方だった。あー、つまんない。たまにはなんか、ねえ、敵が出てきてくれた。誰も助けない。あれこれ、あれちょっと待って、あ、ヤシの木、ヤシ、あ、投げれる系か、いらんな別に。これさ、ちなみにほったらかしにしてたらなんとかなる。あ、ほったらかしにしててもいいんだ。え、マリコプター。まあでも多分なんとかしないといけないんでしょう。ちょっと待ってね。うーん、ちょっとレサレサにしとくか。ほい、普通に見つかっちゃった。あー、しまった。まあ、いや、こいつ何度でも出会うからいいや。よいしょー。ほい。クリオのレベルアップかな。あー、でもそっか、おぷくばあさんも来るんだったな。まあ、ばあさんじゃなくて、ババアなんだけど。一緒だっちゅん。ちょっと言い方変えただけ。あー、分裂するんだよね。ぼよよん。これ、どっちがどっちなんだ。これ、結局一緒なのかな。分裂した場合って。まあ、これは結局一撃でやられるからあれなんだけど、どうだろう。ペン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 。ちょっと体力はそのままだったね。いや、か、なんか、多分素体だったのか、どっちかだったね。よし、オッケー。BP は30がマックスだったっけ。さあ、気を取り直してって。まあ、助かったぞって、まあ、お礼を言っているだけマシだと思ってあげましょう。まあ、みんながムカついてる気持ちはわかる。勝手に飛び出してて、勝手にダメージ食らって、お前何やってんのマジでってなるかよ。まあ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 。まあ、おっさんなんてそんなもんですよ。あれ、ちょっと待って。今、ピンピカピーンってならんかった？なってなかったよね、今ね。あれ、ヨッシービバレッジってもうこんな早いの？よいしょ、どこにあるかなぁ。よいしょ。まず探しよう。あ、そっか。クルリン床の中にあるやつだけが、反応するってことか、これつまり。よいしょ。なかなかないね。ん？どこだ？お、ないね。ん？こっちか？おめえ村長だか？あ、村長だった。火山の入り口はいけないので、ご勘弁なすってくださいよーっていう感じかな。こことか。あれ？ないな。何も起こらねえ。マジで無駄なポジションだな。キューちゃん。帰るのー、キューちゃん。オッケー。これは、喋りかけられない。なんかある。砂浜にヨッシーたちがのんびり。あー、いいよねー。でも本当に。あのねー、山よりも海の方が好きだなー。いや、でも結論、自然っていいよね。来たけどなんかあまりなかった。じゃあどうしよっかなー。こっち。とりあえず、あ、でも時間がな。どうしよっかなー。とりあえずストップウォッチはいらないから、売りましょう。売りに来ました。
やっす。これ投げると、どんな効果があるんだろうな。いや、特にないです。大丈夫っす。いきやっしょー。あ、ちょっと待って。3になったから、今回防御力ある敵いないもんね。フラワーフェール一旦つけとくか。火山灰に到達したら、あれ使う。雪やコンコン、あられやコンコン。雨のお客さん止めてまーす。いたずらぼー、いたるぼー、いたぼー。よし、じゃあとりあえず中入ってって、中、ジャングルで、シャーン。ちゃ。すげえ危ないんだよな、こいつら。なんて書いてあった？惑わしそう？くる。2個かー。ケチくせえな。もっとくれたらいいのに。ピロリングス騙しだよ。触るとハートを出すピロリングスになりすましているんだ。8の2。オッケー。噛みつかれるとどこを蹴るんだ？そう、はい。いいよ、オッケー。確率なのかな？あいた。確率じゃねえ。100% か、これ。この野郎。よくもやりやがったな。ミスったし。もう一丁。オッケー。こういう時にリカバリーが効く体力でよかったよね。いや、パワープラス最高。もう一個くらい手に入らないかな。二個だっけ？ね。よいしょ。ピロリン。ありがとう。ピロリン。ありがとう。オッケー。あれはシンバルでバーンってなっちゃうから。うわ、やり平行や。ちょっと待ってね。あれ？今言ってもこれ意味なくない？もしかして。そうだよな、ね。オプクが仲間になってからじゃないと意味ないよね。これ多分な。こっち、今行けないもんね。これだから、ヨッシービバレッジの奥行って、で、なんかその間にいたずらされちゃって、おばさんなのに、興奮？俺が興奮してたわ、めっちゃ。よいしょ、騙しそうかな。くる。お前も2か。物知ります。で、お前何？擬態そう。なんかギターとそう。お前も毒、なんかみんな毒持ってるな。毒大好きかよ。そう、攻撃力高いぜ、こいつら。くる。まあでも、ポケモンとかと違ってあれだね。一発で回復してくれるから助かるね。一発というかまあ、一つの戦闘が終わると回復してくれるからちょっと優しいよね。あれ？こいつ復活すんの？マジか。なんか一回倒したらさ、なんかその、何？屋敷から出るとかそういうあれじゃなかったらなんか死なないのかなと思ってたけど、まさかのだったね。あーくそ、慣れない。そっか、じゃあ、ヨッシーたちが暴れて、オプクを仲間にしたら一旦やめましょうか。多分そこまでもうそんなに時間がかからないんじゃないかなと思うので、ほい。奥まで行って、とりあえず寝ましょうか。おやすみなさーい。じゃーん。いや、このね、あー、いいよね、葉っぱ。でも多分ね、体に刺さって痛いと思う。オッケー、よく眠れましたく。あ、ごめん。なんか連打してたら、やっちゃった。で、こっち戻って、これなんか、行ってくる？あ、怪しい、いらない。わぎゃー、いいお助けー。またかよ。いいよ、いじめられとけよ。わーわーなんとか逃げられた。いけんぞ、私を見捨てていくなんて。あ、戦わないでもいいんだ。じゃあ、そうしとけばよかった。しまった。おー、マリオくん。そこは火山の入り口のような、あの山。おう。また困ったもんだ。そうと決まったら早速行動だよ。まあ、行動力だけはある。解決力はないけど。まあでも行動したもんがね、結局ね、今の時代ね、もう、勝ちだからね、ほんと。なんかあった。おいロイヤルゼリーうっげーやめてくれ
一発ああなる前に殴っとけばよかったなあいつ。はい、です。打って変わって、大変な状況になっていますというところなんですけど、とりあえずロイヤルゼリー預けます。じゃあ占い、預けます。ロイヤルゼリー預けます。はい、ありがとう。とりあえず大丈夫かな。よし、じゃあ、オプク仲間にしなきゃいけないんだけど、あのオプクっちがどこだ。村長も草を当ててる。よいしょ、今殴ってもダメか。話にならん。これはまず混乱を収めなければって。じゃあ、もうちょっとだけやっていこう。オプク、オプクはこっちか。体操がマジでもうなんか髪がランデムみたいな。帰ってこい、こんないたずら坊主どもめい。なるほどね、ここに引っかかってるから、あれハンマーで叩いても何もなかったね。引っかかっちまっただ、オラは引っかかっちまっただ。もっとしっかり頼むよ。ほいほい、おかえり。すごいな、こんなところまで引っかけたってヨッシーのあれいたずらすごいね。やれいたずらばかりで。はい、じゃあ、子供たち、ジャングルだ、ちゃちゃちゃ。あれ？マリオ初めて聞くの？とんだいのこもんだな、おめえ。オッケー、じゃあ、ここら辺あれだね。よいしょ。じゃあここだけやって戻りましょうか。セーブしてね。いやん、ありがとうと言いたいところ、あれ種がまだできてない。はい、種が、できてないということで、はい、まあ、あのアーモンドとかにナッツ系のものをたくさん食べていただきましょう。オッケー、めっちゃ回る。お手紙だ、キノコタン。これを手紙一枚一枚渡してたらあれなんだっけ、星のかけらかなんか手に入るんだっけ。まあでも、あと手に入れた方がいいのってなんだろう、星の器、まあ、フラワー節約くらいかな。よし、じゃあ時間30分超えたところになりますんで、一旦この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで、次回ヨッシー救出編からやっていきましょう。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。ではまた、バイバイ。